私どのレベルを受けたらいいんですか。二次があるっていうのよくわかんないんだよ、この感覚が。基礎問題成功ちょっとやってみたんですよ。順2だとこれで足りるんですか。基礎問題成功のスイッチ A でいけます。さあ、始めました、モンテツチャンネル。さあ、今回はですね、いよいよモンテツ数学始めたんですけども、基礎問題成功始めたんですね。そう、カバー取るタイプなんで私、いよいよやり始めました。いやもうね、なかなか大変よはい、もうやってますよ、本当に。こうやってやってるんですけど、うん、いやめっちゃ忘れてるね、本当に。こんなに忘れちゃうんだって思ってて、まあ、やっぱね、分かりたいんですよ数学もうちょっと。で、日曜のね、ドラゴン桜に、あれこれ須田光じゃないのって出てたじゃないですか。国立高の校舎長からもね、言われて、あれおかしいんですよって言って、まあネット上でも結構話題にはなってたらしいんですけど、その話題すらね、よくわからないっていう。まあ、カンタロウさんだったりとか、パスラボだったりが、こう、数学のね、ドラゴン桜の問題扱ってたりしてたんですけど、校舎長に言われて、あ、わかったわけですね。ああ、そっかそっか、こういうのおかしいって思って、まあ、カンタロウさんなんかも触れてましたけど、で、まあ、国立高のブログ見てもらえればわかるんですけど、何が変化っていうのは。で、さらに、校舎長がね、詳しく解説したんですよ、宇佐美さんのやり方とか勘太郎さんのやり方で。それより前にもう彼はこのブログ自体を書いてたんで、ただもう勘太郎さんとか宇佐美さん上げてるから見といた方がいいんじゃないですかってこう送ったんですけど、あ、違うアプローチですって言ったんです。で、パズラマンの動画見たり、勘太郎さんの動画見たりして、ご社長のね、解放のやつも見たりして、分かりたいって思った、もっと分かりたいって思った。これやっぱどうなんですか、もう数学分かる人からするともうそんなん当たり前じゃんっていうような問題なんですかね。因数分解とかはね、分かるんです。なんとかなんとかここでやっても因数分解っていうのは分かります。すごい勉強したんで、数学自体は昔。ただやっぱね、目標欲しいと思って、数学検定、名前貼ってる数検ってやつ、あれをちょっと、実用数学技能検定なのかな、それちょっとね考えようかなって思ってます。で、皆さんに聞きたいのは、私どのレベルを受けたらいいんですか。あ、今写真がなんか出てきて、準2級が高校1年レベルなんですね。3級が中学校3年レベルってことは、準2級を受けたらいいって感じですか。どうなんですか、準2級。なんか問題が見れるのかな。一次試験と二次試験ありましたよね。一次試験試験が計算問題、二次試験がなんとか実用問題だったか、なんとかかんとか問題でしたよね。で、見てもよくわかんなかったんで、違いが。数検サンプル問題見てみましょう。あった。過去問を見れる。ああ、展開して計算しなさい。因数分解しなさいとか。あ、でも図表も出てくるな。数理技能検定って書いてある。表現技能って何なんだろうね。なんか証明とかをしなきゃいけないってことですかね、これは。じゃあ何のかな、全然違いが分かんないですけど、なんかいっぱい文字書かなきゃいけない、日本語を書かなきゃいけないとかですか、説明で。そういう違いがあるんですかね。回答があるから、回答で分かるのかな。あ、回答が全然違うね。回答用紙になんかもう答えだけ書いてあるのが計算の方だ。それに対してこの技能の方はすごいなんかいっぱい書いてある、説明してる、記述できなきゃいけないってことですね。ああ、じゃあやっぱ自分はセンター試験で一生懸命やったタイプだから、これじゃダメなんだ、自分で証明的なものまでできるようになってなきゃいけないってことですね。はい、じゃあ頑張んなきゃいけないな。とりあえず、そう、この基礎問題成功ちょっとやってみたんですよ。で、気づいたのはなんかね、因数分解の公式とかは覚えてるなって、まだわかるんですけど、何ができないなって思ったか、ずっと t と置いてまとめるとかあるじゃないですか、数式。なんか一部を、これとこれが共通点だっていうふうに分かって、それをくくり出して一個の字にするっていうのが大変。発想が浮かばないっすわ。見て明らかに、ああ、これとこれ同じだ。例えば B プラス C ってやったとして、あ、B プラス C と B プラス C がある。これ同じだってスッて抜き出すとかだったらいいんだけど、なんかそれだけじゃないじゃないですか。不思議な抜き出し方するみたいなね。そう、わかんない人からすると、なんでこんな風にいきなりここからこう抜け出すのみたいなね。そういう発想力が欲しいなぁと思った。例えば y-z y-z とか言わないよね、多分ね。 y-z を u と置くとかっていうので、 -y プラス z が -u であるってことに気づくとか。あ、こういうのやっぱり数学的センスっていうの、これタケちゃんが言ってたかわかんないですけど、暗黙知みたいなさ、ね、ドラゴン桜でもなんかね、数学的感覚みたいなのを言ってたと思うんですけど、そういうのがなきゃいけないって感じなんですかね。であれば、
勉強しなきゃなと思うんですけど、どうです？数学検定だとこれで足りるんですか？準2だとこれで足りるんですか？基礎問題成功のスイッチ A でいけます？2級とかになったら数 2B とか勉強しなきゃいけないのかな？高1って書いてある。高1って数 1A の範囲だよね、多分ね。これ完璧にしたら大丈夫なんですか、数研の準2級って。もし詳しい方いらっしゃったら教えてください。やっぱこれじゃダメだよ、数研だったらちゃんと数研用の参考書やんなきゃダメだよとかっていうのがあったら言ってください。もしくは数研やるんだったらこういう参考書の方がいいですよとかね、もしありましたら教えてください、うん、あとは範囲が知りたい、うん、この辺の範囲までできなきゃダメですよとか、いやいやそもそも中学校とかここができなきゃダメなんですよとかっていうのがあったらそれも教えてください。どなたか数学好きな方とか数学のプロフェッショナルじゃなくてもいいので、もう受けましたとかいう方いたらぜひ教えてください。実際数学はどうだったのかっていうんですけど、中学時代は一番苦手な科目、一番嫌いな科目でしたね。手も足も出なかったんだよね。苦手意識もすごかった。頑張ったんですけど、100点満点中50点だったんで、僕高校入試半分しか取れなかった。多少分かったりはできた部分はあったんです。図形とか全然ダメだったんですけど、一次関数とかのやつは友達が真剣ゼミでやってて一切やらなかったからって言って、そう中2の時の真剣ゼミの子をボンってあげるよって言われて、なんでくれたんでしょうね。その人受験全然いらないやってなってたのかな、わかんないですけど、それでもらってで、それ解いたんですね。そしたら中2の範囲はなんかできるようになったんですよね、その部分だけ。でも結局中3の範囲が全然ダメで伸びなかったんですよね。で高1になってもやっぱ全然わからん。数1やって数 A の先生、全然教え方違う先生だったんだよね、数1と数 A で。どっちもさっぱりだったな、全然わからんかった。とにかくテストは丸暗記っていう感じで、もそれでも全然成績良くなかったですね。高2になって数2やったのか、高3で数 B やったのかな、とにかく数 2B やったんですけど、数 B はほぼ出てなかったんですよね、うん、全然わかんなかったし、当てられても何も答えられなかったし、とにかくなんかベクトル分かれて真ん中病院みたいなね。よく単位くれたなと思いますね。授業出てないしテストボロボロなのによく成績くれたなって思いますね、今思うと。受験でとにかくもう使わないからっていうので全然やってなかったんですよね。一方でセンター試験で使う方は一生懸命やった。前に多分言ったと思うんですけど、昔は模試っていうのが届いてたんで、学校にセットで何年分みたいな感じで、ザ・ベネッセとか寸大とか可愛いね、当時はヨゼミも模試やってましたから大量に来るんですよ。ベネッセの真剣の模試とかボワンって超分厚いやつだったと思いますけど、それを学校に届いてたやつ全部解いたんで、本当に全部解きましたね、一問残らず。そもそも進学校でも何でもないからやる人いないんで、自分以外わざわざやってる人とかいなかったと思うんでね。その模試を全部解いたし、もちろん過去問もすごいやったし、なんかテレビ見る時間に全部やってたんですね。テレビ見るときは絶対数学やるっていうのでやって、もう回答がすぐにわかる。もうババババババって埋められるっていう感じになってましたからね。で、一問だけ間違って、今でも覚えてますよ。ちゃんと三角比を逆で計算したんだよね。30度か60度か忘れちゃったけど、なんかとにかく逆でやっちゃって、そこだけマジかみたいなね。なんで逆で計算しちゃったみたいなケアレスミスを本番でやったんですよね。だからむちゃくちゃもったいなかったなって思ってます。で、浪人の時もだからできはしたんですよね。その直前にまた詰め込んで、現役時代はセンター A 判定で千葉大受けて2次でダメだったんですけど、浪人の時はセンターは A 判定じゃなかったのかな、センター下がったはずなんで、確か現役の時よりも、そうごめんなさい下がってます、下がったんだけど、でも数学はそれでも8割9割は絶対取ってたと思うんですよね。正確に覚えてないですけど、じゃないと千葉大余裕で合格してないと思うんでね。数学はすごいやったんで、ただちょっとね思い出そうと思うんですけど、あの感覚が蘇ってくるよね。わからないって思った時のあのストレス、どうすりゃいいんだとか、こうやって考えてるのに出てこないっていうね、懐かしいこのストレスって思って思い出しましたけど、苦痛ね。そう、数学できない人わかるじゃないですか、この苦痛どうすればいいのか、あれを今味わってます。まあ今年終わればこう対面でね授業なくなるんで、まあ一人一人をね見ていくっていう形で、まあ受験相談とかも、まあ、武田塾ではやっていくんで、あ、そうですね、開講イベントやりますので、はい、受験相談、はい、私いますので、そういうのをやっていく中でやっぱり数学のさ説明とかもできるようにはなりたいなって思ってるんで、そうアドバイスとかもね、でもまずできるようになってで思い出してから、でその後に数 2B 数3とねちゃんと順を追ってできるようになっていきたいと思ってます。はい、なんでまずは数研やりたいと思いますので、ぜひ教えてください。何を私目指せばいいのかっていうのが、ちょっと目標ないとやっぱあまりやりたくないなって思うんで、はい、そちらの方を教えてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.